どうも、ドロップロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、コントロールされたドローボールを打つ方法、これをテーマに皆さんにお届けしていこうと思います。ドローボールを打ちたいと言っても、ボールが曲がりすぎて、そもそも上がらないとか、ぐわーっと曲がって OB になってしまうとか、これでは、なかなか使えるショットとは言えないんですね。ですから、コントロールしたドローボール、狙ったところに、ボールがスーッと行くようなドローボールをどうやって打てばよいか、これを皆さんにお届けしていこうと思います。そして、これを覚えるための練習方法がありますので、ぜひ最後まで見てみてください。それを最後にお伝えしていきます。では、早速行きたいと思いますが、ドローボールというのは左に曲がるボール、今何球か打ちましたが、左に曲がっていきますね。これドローボールと言います。それが曲がりすぎてしまうと、狙ったところには行かないわけですが、じゃあこれ、ベースを少し左に向けてドローボールを打ったりするんですが、ドライバーの場合はそれをやると少し極端になってしまって、ボールが左側にぐわーっと低く飛んでしまうような、こういうショットが出たりします。そして低いボールが出るイメージっていうのは、ボールが飛ばないイメージも同時にこう感覚的に感じるので、逆にベースを開いてしまうようなスイングになることも結構多いんですね。こういうのを逆球と言ったりしますが、逆にボールが右に曲がってしまう。そうすると、そもそもの目的がもう全然達成できないわけですね。ですから、ドローボールを打つときに緩やかに曲がってほしい。こういうショットを ドライバーでは打ちたいんですね。では、それどうやって打てばよいかというと、ベースの向きは基本的には変えなくて大丈夫です。クラブヘッドがしっかり内側から、そしてボールが、クラブヘッドがボールを閉じながら打ち抜くような、そういうイメージになれば、緩やかなドローボールというのは打てます。じゃあ、それ、どういう形でやればできるかということなんですが、バックスイングで、まず肩がしっかりと入ってこないと、絶対にできません。肩の回転が浅いと、基本的にはそれを打つことはできないんですね。ですから、バックスイングで、左の肩がぐっと入ってきた形になるかどうか、これはこのチャンネルでも皆さんに、よくよくお伝えしていることだとは思います。ですから、頑張ってこれをぐっとやってみる。そして、ダウンスイングに入るところで、クラブがしっかりと肘が折りたたまれた状態で降りてきているかどうか。これが伸びてしまうと外側から降りてきてしまいますので、肘が折りたたまれた状態で降りるかどうか。そして体の向きは右に向けたまま打ち抜くようなイメージです。少し極端にやってみると、こんなようなイメージですね。ちょっと今極端にやってます。ですから、あまりいい当たりとは言い切れないんですが、少し左に曲がるような感じになりました。ですから、体が少し右に向いたまま、このまま、もう一度やってみます。右に向いたまま、こういうイメージで振り抜いてあげるといいです。ただし、体が最後までしっかり回りきらないと、それは正しくない動きになってしまいますので、必ず最後まで振り抜くというのが大事になります。ですから、構えた状態からしっかり肩を入れて、少し体が右に残ったまま振り抜いてあげると、緩やかに左に曲がるようなドローボールを打つことができます。こんな風に、あまりフェースの向きを極端に気にしすぎず、基本の動きをしっかりしてあげながら、クラブが降りるべきところに降りてくるように振ってあげると、ドローボールというのは打てます。そして、これが少し窮屈に感じる人は、少しクラブも短く持っていただいて、そして、バックスイングで、しっかりと肩が入ってくるんですが、少し短く持っていくと振りやすくなります。長いとちょっともたついた感じになったりするので、少し短く持って少しシャープに振ってあげると、そんなに距離が変わることなく、比較的ビュッとこう振りやすいような、そんなイメージで打つこともできますので、これも少しお勧めしていきます。少し補足的にね、覚えていただくといいかなと思います。じゃあ、この動きをどういう練習をすれば習得できるか、そのダウンスイングで内側から降りてくる練習をどうすればよいかということなんですが、これはすごくいいドリルがありますので、それをご紹介します。これはクラブを使いません。家でもできますので、ぜひやってみてください。じゃあ、どういうドリルかというと、構えた状態で、構えます。そして手をこのようにくっつけてください。その時に手をもちろんくっつけるんですが、肘もこう離れないように腕はまっすぐにしてください。バックスイングで肩を入れながら、右の肘が地面の方向に向くように上げます。そしてこの時にダウンスイングに入る時に、肩の回転をこう動かすんではなく、下半身から動かすんですが、左の膝と右の肘が一体化されたように、この形のまま下ろしてきてください。そうすると、体が右に、まあ、完全に止まってるわけではありませんよ。このまま、右に向いたまま、膝と肘が連動しているように振り下ろしてあげると、
内側から降りてくるようなイメージがついていきます。ですから、クラブを必ず使わなければいけないということではなくて、構えた状態から、このまま、体の部分、膝、肘、これを意識して下ろしてあげると、クラブも、この状態だと、こういう形で降りてくる形になりますので、このように、こうなると、アウトサイドから降りてきてしまいますので、この形に下ろしてきてあげるといいですよ。まあ、こんな風にドリルをやっていただきながら実際にボールも打っていく。今のドリルをやった上でしっかりと肩を入れて肘を入れた状態で振り抜いてあげると裏側にドローボールになっていきますよということです。まあ、こんな風に少し練習も交えて実際にボールも打ってそうすると緩やかなドローボールが打てるようになりますよ。そうすると距離もしっかり出ながらぐーっと狙ったところに狙いすましたショットがドライバーでも打てるようになるということですから、こんなに心強いショットはありませんので、ぜひこれを習得して頑張ってやってみてください。少し、ね、思い通りにいかないのが、まあ、ドライバーショットかなと思います。自分の思った通りにいかなくても、少しずつ練習していけば必ず思ったところにボールは飛ぶようになりますので、頑張ってやってみてください。最後にね、高評価、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。では皆さん頑張ってやっていきましょう。さよなら。